琉球に発達した独特の武道空手、身に寸鉄を帯びずとも一旦断るときは完全立って一瞬のうちに人を倒すという。これはその昔、武器を持つことを許されなかった琉球の人々の抑えきれぬ魂が生んだ独特の武技である。腕を、足を、体を武器に変えたその火の出るような鍛錬ぶりと素朴な、そしてうつぼつたる覇気は1000年の文化史を秘めて、琉球は今も強く